赤松瓶には容姿と鳴き声にまつわる様々な言い伝えがあります。その言い伝えは赤松瓶の2つの特徴を語っています。1つ目はくちばしから尻尾まで赤褐色であること、2つ目は鳴き声が独特であること。姿は写真や映像で見た記憶はあると思いますが、鳴き声はピンとこない人が多いと思いますので、早速お聞きください。どうぞ。どのような感じを受けましたか？もう一度お聞きください。どうぞ。さて、ここで赤松瓶の紹介を簡単にします。仏法草木カワセミ科で、体長は約25センチメートルとカワセミより10センチメートルほど大きいです。渡り鳥で、日本では夏鳥として北海道から沖縄まで渡来し繁殖します。魚、カエル、サワガニ、昆虫、トカゲなどを食し、主に崖焼きなどにある古巣を使って営巣します。赤松瓶の容姿と鳴き声をおさらいしたところで、悲しすぎる話を3つ紹介します。1つ目はカワセミが火事に遭い、水がなく体が焼けて赤くなった。2つ目は火事で亡くなった娘の生まれ変わりで水が恋しいと泣いている。3つ目は病気の母の頼みで赤い服を着た娘が水汲みへ行き、水面に映った自分の姿に見とれ、しばし時間を費やし、ふと我に返り水を汲み家に戻ると、母は息絶えていた。娘は嘆き悲しみ、いつしか赤い鳥に姿を変え、悲しむ娘の嘆きが哀愁を帯びた鳴き声となった。このように赤い体や鳴き声について様々な言い伝えが各地にあるそうです。また赤松瓶が鳴くと雨が降るという話もあるとか。いかがでしたか？赤松瓶の鳴き声が悲しく哀愁のある声に聞こえ、しかも雨模様の日が多いこともあり、このような感情になってしまうのかもしれません。それでは最後にもう一度赤松瓶の鳴き声をお聞きください。最後までご視聴いただきありがとうございました。